さん、こんにちは。こんにちは。また、テリさんです。テリさんは大阪で年4回程度短期留学のプログラムを行っている。このプログラムではどういうふうに日本語を身につくることができるのか、ぜひ教えてください。そうですね。この間もファビさんと会話の勉強法についてちょっと話したんですけど、やっぱり一番いい方法はネイティブ同士と会話すること、ね。はい、でも一般人、例えば日本語の初心者たちか学習者たちを、こういうことをネイティブ同士と会話するやりたいと思ってもなかなかできないことです。まずもし初心者の場合は日本語の能力はそんなに上達してないからさ、スムーズに日本人と会話できないからさ、多分関係を作るのも難しいと思う。難しいですね。で、2番目は仮にもう上達かなりな日本語を喋っても、はい、友達を作るのも難しいと思います。特に日本の場合は。そうなんですか。あと、もし日本語もできるし、交際、友達を作るのも上手い方にとってもゼロからたくさん友達を持つまで多分1ヶ月か2ヶ月ぐらい時間かかると思います。じゃあどうしましょう。一般の学習者にとってはもっと効率的にネイティブ同士を交流する方法がありますか。私はちょっと思ってました。それはきっかけ。きっかけ。じゃあ私は今度普通の留学プログラムと違って朝から晩まで有意義な交流か、はい、イベントに参加できる留学プログラムを作ろうと思ってました。具体的には、はい、例えば大阪日本語短期留学プログラムの参加者はみんな朝から晩まで、はい、日本人ネイティブ同士の会話が交流できるイベントに参加する。例えば朝は面白い日本人のスピーチ聞いて、はい、そのスピーチの内容について、はい、話す交流する質問したり、はい、他の、よくわかんないですけど一緒にランチをしたりとかする朝の活動、はい、で午後は例えば大阪で毎週普段日本人がやってることを一緒にやる。例えば、はい、囲碁のクラブとか、はい、ゴルフの可能やる可能性もあるし、地方 のお母さんたちの料理の勉強会に参加して料理の勉強会もすごい、そういろんな可能性が、でも、はい、ポイントは日本語の勉強じゃなくて、はい、日本語で何かをネイティブ日本人と一緒にやる、これが一番自然に日本語を身につける、身につけるこれが本当の自然習慣、うん、無理やり日本人と会話するわけじゃなくて、はい、自然に日本語を使って日本人と何かをするのが自然習慣です。で私の大阪の留学プログラム、うん、これ日本人と自然に何かをするチャンス、機会を与えるプログラムです、はい、言い換えれば私は先生じゃなくて、はい、ちょっと変わってるツアーコンタクターですつまり先生たちはデリさんの日本人の友達、向こうも先生ではない、ただ普通の日本人お知り合いね、はい、外国人と一緒に何かやりたい日本人だけ、はいはいそういう先生でもないし、はい、普通の日本語の先生みたいな、はい、これ動詞、形容詞、はい、そういうの知識も持ってない、はい、普通の日本人、つまりなんか話しやすい環境を提供してくれるっていう感じですね、そうですね、はい、あとこうしたらみんな知り合いですから、もうすぐ友達できるし、はいはい、深い関係も作れるし、はい、もうゼロから最後までそういう関係を作るの、はい、プロセスは一切必要ないと思います。誰でもこのプログラムに参加することができる、はい、テリーの友達か知り合いですから、はい、みんなすごく親切だし、うん、聞いてくれるし、はい初心者でも大丈夫、もちろん、はい、もう
結構かなりたくさん日本語を喋れる方でもあのサインができるし、50音さえできない方も全然大丈夫です、はい、またテリさんとあの直接に会う機会がなかった方も参加することができる、できます、はい、分かりました。なんかこのビデオの下にはリンクつけますので、あのご関心が持ってる方またぜひご覧ください。それではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。